皆さんこんにちは、美容室アームの鎌田です。今日は願い事が叶うとしたら何を願いますかについて話をさせていただきます。今私が進めている医薬品に頼らないで体を健康にするヒーリングイオン浸透療法ミネラル22、この3つを使って体の疲労を抜き元気にできる方法を国民健康保険を使って受診できるようにするのが私の願いです。なぜならこの方法ですれば体の免疫力を下げないで体を健康にでき、短時間でしかも少額で行うことができるからです。すぐに体が元気になり仕事につけることが一番重要です。以上が願い事が一つ叶おうとしたら何を願いますかについてです。ありがとうございました。